今どこにいるかというと、山形県酒田市にいます。酒田ということで、酒に田んぼと書いて酒田です。で、人口で言うと10万人ぐらい、山形県内3番目に大きな都市ということで、ございます。で、その酒田市をですね、今からちょっとあの駅の方面、駅の周辺でそんな栄えてないんで、中町とかあっちの方が栄えてる。左方向です。ちょっと今いろいろ回っていこうと思ってます。夜ということで、今日は令和2年、2020年の、12月2日、木曜日です。木曜日ということで夜8時、です。で、その中で今から、ちょっとね、この市街地の方を走っていきます。まずは駅の方からというか、駅の方、まだ今今日俺の初めてなんだけど、駅の方より多分中町とかね、あっちの中ちょっとだけ離れたところの方が書いてるかなって感じするんだけど、まあ、とりあえずちょっといろいろ行ってみますということで、あとはね、最近やっぱり結構地方都市なんかだと、離れたところね、国道とか幹線道路沿いに結構お店がねあったりするかなって感じはするんですよ。で、その中でちょっと今から行きます。まずはちょっと駅の方に行きます。昼間はね、まあ、結構いろいろ歩いて行ってるんですよ。で、ちょっと夜はちょっと車使ってこうかなと思います。中通り商店街ってこれ左ですね。で、あとでちょっと中通り商店街に行こうかなと思ってます。酒田駅がここから大体1キロぐらいで、本間の美術館ね、本間家が江戸時代 大商人としてね、豪商として、この町で歯を唱えてたわけと思ってね、高田で歯を唱えてたわけだけど、そこのところで、本間家の方はね、いらっしゃるんですよ、まだ聞いたらね、あの、なんか本間の病院があったし、クリニックがあったんでね。ということで、一応この辺りは市街地になります。人口10万人の坂田で、まあ、少子高齢化で、実際のところはもっと本当はね、一昔前は、20、30年前はもっと多かったと思うんでね、人口がだんだん減ってきてるって、他の地方の都市と同じような感じかなって感じはするんだけど、まあ、ここの辺りっていうのは一応シャッター、昼間やってるところもあって、まあ、まあ、シャッターで閉まっちゃったりもあるんだけど、この辺りですね。で、およそ300メートル先、右方向です。まあ、ここはもう右がもう駅です。ということで、止まりました。
辺り見ると、まあ、ここよりも中町、さっきのねちょっと離れたところ中通りとかあっちの方が今中町かあっちの方もちょっと行きます。カラオケドーム、あとここの通り沿いに結構お店がありますね。前にちょっと右に行きませんけど、右に結構お店があったりします。最近はやっぱり結構あれなんだよね、あの東北地方って結構ね、最近北海道もそうなんだけど、国道沿いに結構お店ができてるんだよね。だから街中の商店街がちょっと廃れてきてるっていう感はあります。まあこれは他のね地方、日本全国各地の都市も同じような感じだったりする。だから10万人とかね、10万人以下の都市とか市とかね、10万人か20万人いかないぐらいの都市、15万人とかそのぐらいの都市って結構駅周辺よりも国道とかそういう幹線道路沿いの方が店があったりするっていうのはあるかなと思います。で、本間美術館の名機か、本間の美術館ね、行ったんですよ。あ、行くんですよ。で、ちょっとこれを映っておきます。南に進みます。到着してから1時間以内に宮脇書店清水屋店は営業時間が終了する可能性があります。およそ300メートル先右方向です。で、これからちょっとこの中町かな、練習していきます。で、駅よりもこっち側の方が、店があったりするんですよ。ただね、この時間結構閉まってる人は閉まってるんだよね。昼間来た時もね、結構あんまりシャッターで閉まってるんだよね。寂しいですね。だからまあ少子高齢化とかいろいろ大変なのかなって思います。およそ300メートル先、左方向です。まあ昼間も結構閉まってるんだよね、これ。シャッター閉まってる。だからまあ閉店、なかなか利益出ずに閉店したところもあるんじゃないかなって思うんだけど、まあ寂しいです。ただまあ明かりがこのような感じでライトアップされてるので、その意味では、まあ、すごく夜来てみても歩くのが面白いんでしょうね。ところどころ夜、まあ、お店がねやってる店ありますからね、昼間とか夜やってる店っていうので、ここの通りは、まあ、結構昼間通ってる、昼間やったら夜やってる店あるよね。左方向です。こっちがその先、ここで右方向です。そこのところ清水屋、書店の中でね買い物したんだけど、右方向です。その先目的地は右側です。
今日はまあ12月の2日ですけど、まあ雪はねまだ降ってません、こっちの方はね、多分まあもうちょっとしてるからかな。割と今日暖かいですわ。まあ海の方っていうか割と海岸沿い内陸に入って標高高くないところだから、まあ内陸の山形でも内陸よりもまだ気温が少し高いのかなって感じがします。北側には位置してますので。でも今日多分10度は行ってないですね。で夜は4度とかなんで割と高めです。まあ、まあ真冬ってもう冬が始まってますけど、真冬になるともっと寒いですね。そこの左側が今明るいじゃないですか。これがなんか屋台街みたいなのになってます。ここね、佐賀のここやってるね。ただまあこのご時世だから、まあ、山形は少ないですからいいけどね。どうかな、どれだけ人がいるかって、あんま人いないですね。結構あって、結構やっぱおすすめ中華ね、なんてね、人が歩いてないね。この辺りですね、お店がね、あるのは。ここに今スナックがいくつかありますよね。でこれが食べ物屋。